森雅子さん。自民党の森雅子でございます。まず福島県における警戒区域の財産的損害についてお伺いをしたいと思います。小川大臣、この件について前大臣平岡大臣から引き継ぎを受けられましたか。小川法務大臣。その財産的損害というのは犯罪被害によるということでございましょうか。ここを具体的に、そのことを具体的に指摘したということは特に、明示されておりませんが、さまざまな点についてしっかり引き継ぐという意味のこの総論的な引き継ぎの中には入っていたというふうに認識しております。森雅子さん。全く分かりません。総合的な引き継ぎの中に入っていたという意味を説明してください。小川法務大臣。すなわち指摘されたこの福島県内の震災後の財産的損害ということに、具体的に明示したことについての引き継ぎということはございませんでした。ただ一般的な事務引き継ぎの中に、そうした震災後の犯罪対策とかそうした もっと広い意味での総論的な意味での対策をしっかりやろうということの確認はあったように記憶しております。森さん。引き継ぎがなかったということだと思います。大臣、時間が少ないので簡潔に、引き継ぎがないなら引き継ぎないと答えていただければ結構です。それではお伺いいたしますけれども、今年2月末までのですね、1年間 3.11 から2月末まで警戒区域内で空き巣被害がどの程度あったか、数字をご存知ですか。小川法務大臣。法務省そのものとしては把握しておらないんですが、警察庁の公表資料として報道されているところによりますと、その1年間で、空き巣被害でございますね、前年同期より485件増加して1193件になっております。森さん。その通りです。警察庁のまとめによりますと、3月11日から今年2月末までの約1年間の空き巣被害件数は前年と比べて約7割増えています。被害が1193件、ということでございます。特に浪江町や富岡町などの警戒区域を管轄に持つ3警察署の管内では、民家への空き巣被害が前年の70件から655件と約 9.4 倍、約10倍でございます。出店荒らしも前年の12件から75件と約 6.3 倍に急増したということが報告されております。私、なぜ引き継ぎがあったかどうかお聞きしたとかと申しますと、これまで何度も法務委員会においてこの被災地の治安について法務大臣に質問してきました。法務大臣6人目でございますけれども、震災後は3人目になります。枝さつき大臣にも何度も質問いたしました。震災直後の3月24日にも質問いたしました。その時は警察庁も来たんです。今日はいろんな委員会が同時に開かれてますから警察庁来れませんでしたけれどもね、その時にはそんなに被害ありません、しかもきちんと警戒いたします、これからもやります。法務大臣もやります。そう言ったんですよ。それが、その後、平岡大臣になってから、私質問しましたけれども、10月にですね、朝日新聞の報道によると、9月末までの6ヶ月間で、前年同期の30倍に達しているという、そういう報告もされていたんですよ。そこでまた私は平岡大臣に聞いたんですよ。江田大臣から、引き継ぎ受けたんですか。そしたら、引き継ぎ受けてません。そこでまた私聞いたんですよ。平岡大臣から引き継ぎ受けてますか。そしたら引き継ぎ受けてませんじゃないですか。これは何ですか。馬鹿に してるとしか言いようがないですよ。何回も一時帰宅で帰ってます。警戒区域の方が。一回目帰った時に荒らされてて、それでも30分間ぐらいしかいなくて、ビニール袋1個に持ってこい、大切なものだけ持ってきたけど、それ以外もまだ大切なものがあるんですよ。結婚指輪とかそういうものが。2回目に帰った時にそれがまたなくなっていた。土足で入られてた。1回目に割られた窓から今度家畜が入って、中に、まあ、家畜の死体があったり泥だらけになったり、
割られたガラスから雨風が入ってキノコが生えていたり、大変な被害なんです。これに対して東電も今損害賠償請求はしないと言ってるんですね。空き巣被害は泥棒のせいだから泥棒に賠償してくださいという立場ですよ。もちろん賠償の問題もそうなんですけれども、これ以上ですね、この被害が起きないようにするのがですね、法務大臣と国家公安委員長の仕事だと思います。一年経ってこれだけ私が指摘してて前年比7割増というのは何とも情けない結果だと思いませんか、大臣。小川法務大臣。やはり、被災者が大変に、困難な状況に、陥っているというまさに、その状況に乗じるようなこうした犯罪というのは本当に、許すことができない、ものだと思っております。法務省としてもこうした犯罪につきましてはそういう状況に鑑みて、厳正に対処したいというふうに思います。森さん。そのご答弁は前の大臣と前の前の大臣と全く同じでございます。官僚が書いたペーパーを読んでいるだけなんではないかと思うんですよ。やはり法務大臣がもう6人目でね、コロ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 変わってるんです。その時に引き継ぎもきちんとされた。在任期間も平均すれば半年を切っている。私そのことを平岡大臣に申し上げたんです。そしたら平岡大臣がご自分で言ってましたよ。私は5人目で平均すれば6ヶ月に満たないというご指摘、まあ、実際平岡さんは4ヶ月しかいませんでしたけど、そのことによって法務行政の連続性、日本全体あるいは被災地における法務行政の転換に何らかの滞り、そういうものが生じているのではないかというご懸念、これに対してはしっかりとそうしたご批判も受け止めながら、先生がご指摘になっているような様々な点について精一杯より向上された法務行政が実行できるように頑張っていかなければ、ここまで言って何もしてないじゃないですか。ここまで言って引き継ぎもしてないんですよ。もう全く信頼できない。法務行政というものに信頼ができない。民主党の大臣というものに対して信頼ができません。小川大臣、この一つの問題についてもですよ。官僚が書いた紙を読むんじゃなくて、どうされるかご自分の言葉で答弁してください。小川法務大臣。まず先ほど述べたように、被災者の苦しみに乗じるようなこうした犯罪については厳しく対応したいというのは私が思っている言葉を率直に述べたものでございます。またこれは平岡前大臣から引き継ぎを受けたか受けないかということとはなしに、私自身大変に重要なことだということでしっかりと取り組みたいとこのように考えております。引き継ぎを受けないからないがしろにしているということは決してないということはご理解いただきたいと思います。森さん。ではどうして大臣所信の中に入ってないんですか。小川法務大臣。確かに指摘された個々具体的な項目としてはこれを取り上げてはおりませんが、しかしやはり、そうした犯罪対策あるいは復興対策の中のところに取り組むという中に含まれているものの一つであるというふうに考えております。森さん。前回法テラスの出張状がないことでも申し上げましたけれど、大臣の所信表明の中には被災地のことは何も入ってないんですよ。東日本大震災に関する法務行政をしっかり取り組むというような項目もないんです。だから総合的なものの中に入っていると言われても納得ができません。次の質問に入らせていただきます。東日本大震災を原因とする未成年後見人について質問させていただきたいと思います。報道によりますと、東日本大震災後、岩手、宮城、福島の各県の家庭裁判所に申し立てられました震災を原因とする未成年後見人が今月5日現在で合計200件に上ることが判明しました。申し立てが多数に上っている背景としては、生命保険や震災孤児を支援する基金からの支給で法定代理人による受け取りを求められる例もあるとの理由が指摘されています。申し立てを受けた家庭裁判所は、
適格性などを判断して未成年後見人を選任することになりますけれども、進学や4月からの新生活に対応できるようにですね、震災孤児の子どもたちの新生活に対応できるように速やかな選任をお願いしたいと思っております。そこで、東北3県における震災を原因とした未成年後見人の申し立て状況および未成年後見人の速やかな選任の必要性について最高裁判所の見解をお聞かせ願いたいと思います。最高裁判所事務総局豊沢家庭局長。まず被災3県の家庭、火災管内における平成、23年、3月11日の大震災の日から23年12月末までの未成年後見選任事件の心中の件数は合計で292件でございました。これをその前年でございます平成22年1年間の数字と比較いたしますと、平成22年は3件で、133件、1年間で133件でございましたので、非常に増加をしております。とりわけ仙台火災と盛岡火災のでの申し立て件数、心中件数が大幅に増えているところでございます。委員ご指摘のとおり、200件というの数字は3つの家庭裁判所に来まして独自に把握した震災を原因とする未成年後見人の申し立ての件数でございますけれども、これらについてはいずれも選任等の処理を完了したというふうに承知しております。委員ご指摘のとおり被災地におきましては大震災によりまして親権者等を失った未成年者が多数に上っております。これらについて親権者等の不在が続くということは許されません。その意味で、仙台、福島、盛岡の各火災におきましては適正かつ迅速に未成年後見人を選任する必要性、重要性を十分認識した上で後見人としての適格性を確保しつつ、他方被災者の負担を軽減するとともに未成年者の生活を早期に安定させるという、そういう観点から迅速な審判に努めてまい、って、そのための運用上の工夫も行ってきたものと承知いたしております。具体的に申し上げますと、申し立て人等が申し立てのために火災に来庁した際にその機会を利用して必要な調査等を行い、審理期間等を短縮したり、あるいは震災後の交通事情に配慮して申し立て人等が家庭裁判所に赴く回数をなるべく少なくするように配慮したりとか、あるいは通常の機会であれば提出を求める資料のうちの一部を提出を求めないなどの、そういった配慮を行って、短縮化を図る、迅速な選任を図るという運用上の工夫を行ってきたものと聞いております。以上でございます。森さん、具体例を挙げて細かく指摘したいんですが時間もありませんので、私が見ている震災孤児のご家庭で大変苦労しております。しっかりと取り組んでいただきたいということをご要望申し上げまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。次の質問は法務大臣、今裁判所に質問してちょっと休憩時間があったと思いますけど、次もまた小川大臣に質問したいと思います。私先ほど福島県内の警戒区域内の空き巣被害について、大臣もご就任になってもう何ヶ月も経っていたんですけど、何ら具体的な対策を講じられておらず、今も官僚答弁に終始して全く信頼できないという、お話をさせていただきました。法務大臣は先月29日に行われました党首討論の直前に参議院の委員会室で携帯電話を使って競馬のサイトを見ていたということをお認めになりました。記者の方がその写真を撮っていて、写真があるということで迫ったらそういったこともあったかもしれないということでお認めになりました。閣議後に記者からの指摘で判明した、そのことについて公務中ではないかとの指摘に対して大臣は待機している間で委員会が始まる前ですからそんなに意識はしておりませんでしたとお答えになったんです。しかし待機している間に委員会が始まる前でも委員会室の中です。この部屋で言えば大臣が今お座りになっているその席で携帯電話を出して、それもその仕事のね電話じゃないんですよ、携帯のサイトを見てた、それは大変違和感があります。
私はですよ。きっと皆さんも、国民の皆さんもですよ。それをそんな認識をしておりませんでした。軽く答えること自体がですね、私には信じられないです。その後ですね、今月12日の参議院予算委員会における同僚議員の質問に対して、法務大臣は委員会室における携帯の使用について、大変お騒がせしたこともありましたが、禁止されていないとはいえ、以後委員会室では携帯は使用しないということを約束しますと言ってましたけれど、携帯を使用したかどうかじゃなくて、携帯で競馬のサイトを見ていたということが信じられないという話なんです。まあ大臣は携帯を見る必要ないと思うんですね。だって秘書官がいつも付き添っていて、何か緊急連絡あるときは秘書官に連絡すればいいんですから、携帯の使用さえもね、まあおかしいですけど、携帯で競馬のサイトを見ていたということが騒ぎになってるんですよ。大臣は法務大臣としてね、また大臣としてのね、職責をどのように捉えてらっしゃる、ちょっと一言お聞かせいただきたいと思います。小川法務大臣。まあ、競馬はあくまでも私の趣味の範囲のことでありますが、まあ、携帯サイトを見て例えば競馬の馬券を買っていたというわけではなくて、まあ、私が女房子供と同じとまではいかないけど、その次ぐらいに可愛い愛馬がですね、どういう運動したのかちょっと気になったもんですから、まあ軽い気持ちでというとまた大変お叱り受ける気もしますが、まあ趣味の範囲のその情報をごく短い時間サイトで確認したということで、ございます。森さん。競馬を趣味で持っていること自体は全く否定するものではございません。馬も大変可愛い生き物でございます。しかしですね、大臣が国会の議事堂の中の委員会室で委員会がこれから始まろうという時に、大臣の席に座って携帯で競馬のサイトを見ているということがおかしいんじゃないかと。今のご答弁ですと、大臣は今まで謝罪を一度もしておりませんが、謝罪をするお気持ちはないということですか。小川法務大臣。その点につきましては大変お探ししたことを踏まえて、今後私は反省の証として委員会では携帯機器を使用しないということを約束させていただいた次第でございます。森さん。謝罪をしないということですか。小川法務大臣。反省しているということでございます。森さん。一切謝罪をしないということがよくわかりました。なんでそんなに気になるのか。大臣の資産公開では馬を2頭お持ちであるということが公開されていますが、今まで何頭お持ちになったことがあるんでしょうか。小川法務大臣。先日の予算委員会で施行委員に確認して、教えていただきましたけど、確か68頭だったかな。60数頭でございます。森さん。過去68頭の馬を持っておられた。そして賞金総額はおいくらになりますか。小川法務大臣。これも施行委員に確認してもらったんですが、7億円ぐらいだったような気がしておりますが。森さん。賞金総額は7億3786万円となっております。素晴らしいご趣味だと思います。世耕議員がですね、大臣規範の趣旨に照らして、馬を持つのをおやめになったらというふうにおっしゃいましたけれど、大臣はそれはやめないというふうにお答えになりました。なぜですか。小川法務大臣。一言で言えば、あくまでも、私個人の趣味のことで、ございますので、趣味のことでございますから、特にやめる気はないというふうに申し上げてあげてございます。森さん。趣味のことというふうにおっしゃっておりますが、確定申告をしておられますね。お答えください。小川法務大臣。確定申告は毎年しております。森さん。そうしますと、それは
事業として行っているということだと思います。つまり収入も申告し、そして、損金も申告しているということですから、大臣規範の趣旨からして私は辞めるべきだと思います。そもそもですね、法務大臣、大臣規範のですね、兼業禁止のこの趣旨はどこにあると思ってらっしゃるんですか。小川法務大臣。大臣というその地位を利用して、その業務とか、あるいはさまざまなところにおきまして、その地位を利用して、利得を走ることがあってはならないということが趣旨だと思います。森さん。大臣の地位を利用して利得に走ることがあってはならないというのも一つ趣旨でしょう。しかし大臣の地位を利用して利得に走ったらどうなるんですか。つまり国民が大臣に対する信頼を失うんです。大臣がしっかりと仕事をしてない、大臣がきちんと法務行政を行ってないという国民の信頼を失うというところが大元の趣旨なんですよ。大臣が仕事が手につかなくて大臣席でですよ、競馬のサイトも見てるようなこと、これは国民の信頼を失うことになると思いませんか。小川法務大臣。その仕事が手につかないというようなことは全くないわけで、ございます。その点は私も趣味は趣味、仕事は職務、仕事は仕事、職務はしっかりと果たしておるつもりで、ございます。森さん。私ね、今まで質問していることで大臣がお答えになってことで仕事をちゃんとしていると思ったことありませんよ。法テラスのこともそう、今日の空き巣被害のこともそうです。仕事をちゃんとしてるって自信を持ってお答えになるのが私には信じられませんけれども、まあ仕事をしてるかしてないかはこれはまたそれぞれ判断が違いますからね。しかし国民から見たときにどうでしょう。大臣が席でこの昼間の普通のサラリーマンが働いてる時間にですよ、委員会が始まってないからといって競馬サイトを見ていてちゃんと仕事がしてると思うんでしょうか。そういう国民から見た信頼というものが大臣規範の大元の趣旨でしょ。法務大臣は法律を司る人でしょ。もともとの立法趣旨を大切にして行動する人ではないんですか。この国会では競馬法の改正が今出されていますよ。この競馬というものはですね、暴力団の関与とか飲み行為とかそういうものの違法行為が行われやすいものでありますから、閣議の場でそういったことに対しても法務大臣としての司法のトップとしての意見を言う、そういう立場にある方がですね、国会議場の中で競馬サイトを見ていてそのことについて陳謝もしない、携帯を使わなければいいんでしょうということを言い張るということ自体がね、私は法務大臣の職責にふさわしくない、小川大臣を法務大臣として認めることができないということを申し上げまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。